ソフトバンクシックスの 3DNA27 日横浜 DNA は27日横浜スタジアムで行われたソフトバンクとの SMBC 日本シリーズ2024第2戦に3マイナス6で敗れた本拠地2連敗で苦しい展開になったが4番手の中川早手投手は1回3分の2を完全投球クライマックシリーズ CS を含め5試合無失点で ファンは、なぜ戦力外宝石のよう、無双じゃんと声を上げている。26歳サブマリンは4点ビハインドの6回に登板。三者凡退で抑えると7回もマウンドに上がり今宮、山川を打ち取ったところでお役ご面となった。この日、一発を含め3安打を放っていた山川を空振り三振に仕留めるなどパーフェクトリリーフを見せた。東京学園高から立大を経て、 2020年ドラフト4位でオリックスに入団。1軍登板は2021年の1イニングのみで、育成で臨んだ昨年オフに戦力外を通告されたが、昨年11月に地元である DNA に支配下で加入した。新天地で目覚めた。今季は29登板、6先発、デサン無敗1セーブ5ホールド、防御率4.42ポストシーズンではさらにさえ渡っている。 巨人との CS ファイナルステージで3登板無失点。日本シリーズでは26日の第1戦で打者1人を封じ、この日も1人の走者も許さなかった。ポストシーズン5登板で5回3分の1を投げて2んだ7奪三振無失点。四死球も与えていない、圧倒的な投球を続ける右腕にファンも歓喜。SNS には、絶好調すぎる、天才すぎて眩しい。 期待しかない大舞台に強い戦力外にした意味がわからんとコメントが寄せられている連敗スタートとなった d n a にとって逆襲の鍵を握る存在になったと言えそうだ